こんにちは、ひろです。今日は2022年の8月の16日になります。昨日、一昨日と休みをいただいておりまして、日月と休みをいただいて、で、火曜日にですね、今日ですね、今日から、またスタートというところになっております。で、日月ですね、日月と2日間休みがあって、本来はね、もうゆっくりのんびりしようかなというふうに思っていたんですけれども、土曜日か金曜日に妻が月曜日の休みの時に京都の大原のっていうところにそのひまわりがいっぱい咲いてるみたいなんですけれども、そこを見に行きたいというふうに言ってたんですよね。で、土曜日に家に帰って、お風呂をのんびり使っている時ですね、ふとね、月曜日京都行くんだったら明日も休みだし、もうついでだったらちょっと泊まりでゆっくりしたいなっていう思いが湧いてきてしまいまして、で、宿をこうリラックスっていうサイトがあって、僕よくそのリラックスっていうサイトを利用するんですけど、そこをよく見こう京都のところでね、今でも急に明日泊まれるところがあるかなと思ってバーッと見てたんですけど、そしたら町屋を改装した非常にこうリーズナブルでね、しかも値段がすごい思った以上に安くて、こういうところがあるんだと思って、ここいいなというふうに思ってしまいまして、ただ今更ですね、もう今日明日ですから、明日にね泊まりに行くっていうのも、つまりなんかまた急に言わないでよっていうふうに怒られるかなと思って、どうしたもんかなと思ってたんですけど、もしねその方向気学っていうのが僕も少しずっとやっていて、方位方角ってありますよね。その日にこう行ける方角、あんまりこだわりすぎるとねどこにも行けなくなっちゃうんですけれども、その気学で見てもしね方位が良ければ行こうかっていう感じで思って、お風呂上がってから調べてみたら、その次の日の日曜日は西南がね吉方位だったんですよ。で、西南っていうのは僕が住んでる滋賀県から見て西南って京都のそのまさに行く場所なんですね。だからこれは行けというサインかなというふうに勝手に思いまして、で、妻にも言ってみたらですね、意外にもねいいんじゃないということで言ってくれて、しかもその宿の場所が妻がもともと住んでいた、ずっと小さい頃から住んでいた場所のもうすぐ近くだったんですよ。もう近所というかね。ですから、それだったら妻も、それもあって乗り気になってくれて、じゃあ行こうということで急遽宿を取ってですね行きました。で、宿に着いてからその宿の説明する人が来てくれていろいろ話してたんですけれども、その時にこの宿は一番人気があるんですっていうふうに言ったんですよね。で、そこは、9つぐらいの古民家を改装してねやってるとこがあって、その中でも一番人気がその今回泊まった場所がそうなんですね。で、しかもそれが3日前ぐらいまではずっともう予約で一棟しかないですから予約の人で埋まってたんですけれども、なんかお盆の関係か何かでその予約してた人がですねキャンセル3日前にしたそうなんですよ。で、その後たまたま僕が1日前に見て空いてるのを見て、宿が取れたっていうね。だからすごくラッキーだったんだなっていうふうに思って驚いたんですよね。本来であればそこを埋まってただろうという場所なんですけど、たまたま、その人がキャンセルしたので僕がその後見たと。もっと前から例えば京都行きを京都に行こうと思って探してたらその宿はね、なかったということでしょうね、予約でも。だからそういう不思議な巡り合わせって、不思議だっていうかね、ちょっとしたこうあれなんですけども、そういうちょっとしたいろんなこうタイミングによってですね今回京都に行くことになったということですね。だから自分としてはすごく今回の京都行きっていうのは面白いっていうか、妻の住んでいたすぐ近くっていうのと、そういう宿がね直前にキャンセルがあってそれをたまたま、取ることができたっていう、そういうことを考えたらすごく面白い巡り合わせだなっていうことをね感じました。
て日月と、行ってきたんですけれども、まあ、宿もねすごくいいところで、あのいいところっていうかいい雰囲気のあれで、昔の本当に昔ながらの町屋っていうのをですね、改装してうまくアレンジしてで、されていました。京の家っていうところで、ひらがなで京のって言って、家は普通の家なんですけれども、それで調べていただくといろいろ出てくると思います。でそこの宿は、月日の宿、あ月日の家か、月日の家っていうそれぞれの名前があるんですよ。でそこの家は月日の家っていう、で月日っていうと、月と日ですよ。で月と日を合わせると明るいっていう字になりますけども、うちの妻が秋子っていうんですよ。だから明るいって、これもねなんか、まあ、ちょうど合ってるねみたいなことで言ってたんですけれども、まあ、それでシンクロニシティを感じながら、行ってきた旅でしたね。で初日はどこ行ったかな、ちょっとね何箇所か行ったと思うんですけども、なんとか関節さんっていうね名前が本当覚えられなくてあれなんですけど、なんとか関節さんっていう画家の方が住んでいた、邸宅をこう開放されてこう庭園が見れるような場所で、この前も、去年か今年か、行った場所です。まあ、そこの、庭とあとその関節さんの絵を見てのんびりとして、まあ、その後確か宿に行きましたね。でその日ゆっくりとして、次の日にですね朝、早朝5時ぐらいに妻は起きて、ちょっと自分の住んでいた団地とか中学校とか小学校あたりを、見ていきたいということで、僕はもうすごく眠かってまだ寝てたので、まあ、じゃあ行ってきてっていうことで自分一人で、ね、行ったんですけれども、まあ、いろんな結構1時間ぐらいですかね歩いて、昔の、まあ、あんまり変わってなかったみたいなことをね言ってましたね。まあ、そうやって自分の生まれた土地にまたこう再び、ね、何十年もう30年以上だと思うんですけど経ってまたこう歩くというのはまたこういろんな印象あると思うんですよね。だから小学校もねこんな小さかったのかとかって言ってましたけど、まあ、そう大人になって見る視点とかまた違うわけですよね。まあ、そういうのでいろんな考えがあったようですけれども、まあ、今回はね妻と2人で行きました。で、まあのんびりとできたんですけれども、次の日は結局そのさっき言ってた大原野っていうひまわりはまだそんなにですね咲いてないだろうということで、そこはやめて別の西京区の地蔵院っていうところがあって、まあ、その庭園とかを見ました。庭園とあとその中にある座敷というかね、そういうところにもちょっと入れて、まあのんびりとしてほとんど人が来てなくてですね、まあ、静かなところはいいですよね。東京、京都って結構集中場所が集中してね人が集まってるところに集まって、まあ、今8月っていう時期なのでそれもあると思うんですけど、秋と春、春と秋は本当京都が多い人が多いんで、まあ、逆に僕たちはその時期を避けてちょっと少ない時に行ってることが多いかもしれないですね。でその後ですね福田美術館っていうのが嵐山にあるんですけれども、まあ、これも前1回行ったことして、今回は日本画のいろんなこの展示がされているということで、福田美術館に行ってきました。嵐山の本当ど真ん中にあるところで、人はねすごいです嵐山は。やっぱりで浴衣姿の方もすごく多かったですね。着物を着てる人がいるって言ったんですけど、着物じゃなくて浴衣だよって言われましてね、着物と浴衣の違いもよくわからないっていうねところなんですけども、まあ、そういう嵐山、人がね本当にたくさん賑わっていました。人気があるんだなっていうことを思いましたけれども、まあ、そのすぐ、近くに福田美術館っていうのもあって、そこでまたじっくり日本画を見まして、この前奈良県に行った時松柏美術館っていうところに行って、上村松園さんとか 上村松光さん、という方の絵を見てきたんですけど、上村松園さんのね美人画を描いている、方の絵が2点ぐらい、ね、飾ってありましたね。非常に素晴らしいこう精巧な細かい、描写ですごいなと思って思いながら見てたんですけど、まあ、その他にもいろんな日本画の方の絵を
連れて行かれるっていうのはね、ある意味ありがたいことだなって自分自身思ってます。まあ、そういうのがありまして、結局2日間で、京都でちょっとのんびりとさせていただいたんですけど、まあ、僕自身はこうちょっとこう、まあ、日常の中での時間もすごく大事なんですけれども、そういうちょっと非日常を味わうっていうのはすごく自分にとってはね、リフレッシュするいい機会になってるなっていうことを思います。まあ、それもこれも千賀和樹さんという方が135度の、割り足っていうかね、その自分に合った場所、気学を元にしたような風水的な割り出しをしていただいたことがきっかけで、いろんな地を巡るようになったっていうのはすごくありがたいなと思います。それで自分はこう旅に行くことの楽しさっていうのをね、すごく教えられた。それは2011年ですね。それまでは本当家族で旅行とかあんまりしたことなかったんですけれども、まあ、そこから定期的になんか行くようになりまして、それがきっかけで。で、この前も NMN っていうサプリメントを販売されている、製造していただいている竹内さんっていう方に Zoom で話していただいたんですけれども、まあ、その時にその竹内さんが京都府宮津市のこの神社、そして奥の宮の真内神社っていうところがあるんですけど、そこに行ってからむちゃくちゃこう運が上がったと、すごい変わりようですっていうことをおっしゃっていて、まあ、それでまあ僕もね、この神社と、真内神社っていうのはしょっちゅう行ってたので、やっぱすごいとこなんだなと思って、で去年は確か行ってなくて、今年もまだ行けてない。大体いつも毎年1回ぐらい行ってたんですけど、まあ、その話を聞いてがぜん行きたいなって思い出してですね、でその竹内さんの話を聞いた後に、またこうちょっとどうせ行くんだったら、自分のね、気学的にいい日に行きたいなということで見てたら、その僕にとっては、滋賀県っていうところから宮津市っていうのは北西の方向になるんですよ。だからその北西の方向で、まあ、吉報院の時があればなって見ていったらあったので、でその日に行くことを決めました。でも宿も取ったんですけれども、だから、まあ、そこまで楽しみにちょっとしています。で今回は宿をですね、宮津市とかではなくて、丹後半島の上の方の、本当上の方、日本海側の大座っていうところに撮ったんですよ。まあ、それもたまたま、なんとなく、そこがいいなと思って撮ったんですけれども、大座。で、大座っていうのは、間に人と書いて、大座っていう読むんですよね。なんか読み方が難しいというか、普通読めないんですけれども。で、その大座っていうところに行くというのは決まってたんですけど、今回、昨日、一昨日かな、京都に行くときに、まあ、いろんな本を読んでて、その時に飛鳥昭也さんの本を読んでたんですけど、その中で大座っていう地名が出てきてですね、あ、今度行くとこだと思って見てたら、読んでたら聖徳太子のお母さんの名前がちょっと今、思い出せないんですけど、穴褒めのなんとか、ね、橋人かなかっていう、なんとかなのかっていう、そういう、お母さんのがいるんですけれども、そのお母さんの出身がその丹後の、ね、大座っていうところだっていうふうに言われてます。実際その海岸沿いにはなんとか、これも名前がちょっと大河浜とかなんとかっていうね、その浜にあるんですけども、そこには聖徳太子のお母さんと聖徳太子の2人のその像、母子の像がですね立っているというふうにねありましたので、まあ、これもちょうど通り道なんで、ぜひこれも見てみたいなというふうに思ってます。でこれまでは丹後の上の方って行ったことがなくて、その稲っていうね、稲の船屋っていう有名なんですけど、そこら辺までは行ったことがあったんですけど、その先がまだ未踏の地であったので、今回そこを通って、こう丹後半島をぐるっと行って、こっちの方っていうんですかね、左上の方、そこになるので、その行く途中のいろんな神社、浦島神社とかね、なんか浦島神社とも言われている、浦神社っていうのもあったり、いくつかの神社も立ち寄ってみたいなというふうに思ってます。で非常にここの場所っていうのは重要な地で、物部氏の祖である、徐福ですね、徐福が上陸しているところなんですよね。だから徐福ゆかりの地、いろんなこう徐福が上陸したって言われている新井崎神社かな、新井崎神社とか、
そういう神社この前行きましたけれども、いくつかスポットがあるんですよね。だからそういうゆかりの地も、巡ってみたいなというふうに思ってます。で京都は2日目に五王神社っていう五王神社ですね、これは脇野清丸を祀っている神社で、脇野清丸っていう人物に僕はなんかすごく惹かれるものがあって、もともと道教っていうね、その天皇になりかわろうとした存在が出てきた時にそれを阻止した人物ですから、まあ、いわゆる皇室の守り神的な存在として今も知られている人なんですね。でこの脇野清丸像っていうのが、皇居の前にも立ってるわけですよ。で楠木正成像と両輪で、東京の皇居を守護している、っていうことですよね。だからまあ、それがね結局平野将門がこの前、将門の首塚がありますよね、そこが、悪い方に、まあ、解約されてしまってるんですよね。で結果的に呪詛を仕掛けるような皇室に、皇居に対して呪詛をかけるような、構造をした、解約をされてるんですよ、まあ、それが飛鳥昭雄さんによって指摘されてるんですけども、まあ、それを実はそういったことを見越して脇野清丸像と楠木正成像がちょうどその皇居の前に立ってるんですよね。でそれが防波堤となって呪詛を跳ね返すような仕掛けが施されているということで、皇居っていうのは皇居とかと山手線が、山手線の中にこの何て言うんでしょう、対極図が描かれてるんですよね。中央線が、ま、中に走って山手線があるっていうぐるっとなってる、これが対極図を表している。でこういったことを見ても、あと東京駅も3階建ての構造になって、御父御子精霊の三、三中っていうかね、三中を表しているとか、まあ、要はいろんな仕掛けが東京っていうのは施されていて、結局それをしたのは誰かっていうと陰陽師たちなんですよ。で陰陽師っていうのはもう明治以降ね、廃止されてるというふうになってる、まあ、形はなってるんですけど、本当は陰陽師たちも一緒に東京についていって東京の仕掛けを全部してるわけですよね。っていうことを考えれば、いろんな陰陽師、まあ、まだまだその陰陽師っていうのは実際に今も現代にもいるということになります。でいろんな仕掛けがされている、だからそういう意味では日本っていうのはまだまだ非常に興味深い、いろんなことを見ていくと興味深い仕掛けがされているんですよね。ですから、まあ今回は脇野清丸公のそのを祀っている五王神社っていうね、京都の御所のほんとすぐ近くにあって、前からこうよく通ってて行きたいなとは思ってたんですけど、まあ、今回、初めて行くことができました。で脇野清丸公っていうのはそのイノシシとゆかりが深くて、イノシシにまあ助けられたっていうエピソードがあるんですよね。まあ、それによってイノシシが守り神的な存在として、有名で、その神社五王神社にもいろんな全国から集めたようなこのイノシシの置物とかね、そういったものがありました。まあそういったものを見ながら、あったんですけれども、まあ、そんなことで、結局ね、まあ、ちょっとダラダラとすみません長いこと喋りましたけれども、京都っていう地は僕自身まだまだね、いろんな行きたいところがあって、まあ、本当気軽に行ける場所でもあるので、これからも行くと思うんですけれども、充実した2日間だったなということで、まあ、今日からねまた新たな気持ちで頑張ろうというふうに思っております。ということで長くなりましたけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。